メルカリ皆さんも大変よくお使いでいらっしゃると思いますがメルカリ取締役会長鹿島アントラーズ FC 代表取締役社長小泉文昭様でございますお願い申し上げます小泉様は早稲田大学商学部卒業後大和証券 SMBC でミクシィや DNA などの ネット企業の IPO 新規公開株式の公開を担当されまして2006年からミクシーにジョイン取締役執行役員 CFO としてコーポレート部門の全体を統括されました2012年の退任後はいくつかのスタートアップを支援し2013年12月メルカリに参画2014年3月 取締役就任、二千十七年四月取締役社長兼 COO 就任、二千十九年九月取締役プレジデントご就任、二千十九年八月から鹿島アントラーズ FC 代表取締役社長を兼任されております。さあそれでは小泉様よろしくお願い申し上げます。はいえー、皆さんこんにちは、えー、メルカリの小泉でございます。 今日はですね、えー、起業家の地方創生ということで、一方で、授業をやっている意味なので、地方創生とビジネス、えー、その中にどういう、まあ、いわゆる実験をですね、えー、やっていきたいのかという話をしたいというふうに思ってます。一応、タイトルしたサッカーチームというところで、実は今、裏で岡山、ファジアの試合やってまって、多分今1、1ゼ0勝ってると思うんですけれども、えー、スポーツチーム、実は岡山、結構スポーツチームあるんですよね、そしてスタジアム、アリーナがある中で、こういうスタジアムであとかアリーナを、 スポーツチームがどうまづくりに生かしながら未来を切り開いていこうかと、まあ、そんな話が今日できればなというふうに思ってます。まあ、先ほどご紹介あったので、2つだけ、えー、と私、たまらさせていただきますと、20代の頃、ミクシーという会社をカサ、えーラという創業者2人で作ってきましたで。30代はメルカリという会社を山田という創業者2人で作ってきまして、20代の頃はモバイルインターネット、いわゆるガラケーのインターネットですねで。30代の頃はスマートフォンという、まあ、新しいデバイスの変化。 そして今40代で私は今アントラーズ何が言ってるかというとここはデバイスの変化でなくもうすでに私たちの生活がこれから全部ネットワークの中で生活していくようになりますのでデバイスを超えてネットワークの中で生活するという中でいうとこの街というものが新しいプラットフォームにあるということのその先にあるテクノロジーの実験を見ましょうということで。 少し、えー、話ができればなという,ふうに思っております実は今 J リーグの経営というのも少しやっておりますけれども、えー、主にはインターネット企業がどうやって街づくりに入っていくのかということをお話しできればなというふうに思っておりますでアントラーズなんですが実は皆さんですねあんま知らないかなというふうに思っておりまして、えー、簡単にです、ね、おさらいさせていただきますと優勝はまあ20回ということでして、えー、J リーグの中でダントツ優勝しているチームでありますそしてまあ えー、2018年にはアジアでもおチャンピオンになったということでして、まあ、非常にサッカーがあー強いチームになりますで強いチームってと大体ですね人口が多い首都圏にあるんですけれども私特徴的なのが鹿嶋市実は6万8000人しかいませんでこの周辺私5市がホームタウンなんですが28万人ですで右にようにですね一般的なサッカースポーツビジネスの証券っていうのは大体半径まあ30キロとか50キロとありますけど大体まあ私その間に右がこれ海ですから、えー、もうこれ以上人口増えないんですよね 80万人ぐらいと、80万人ないぐらいですねで、大体レッツであるとかマリノスであるとか、僕らのライバルっていうのは、みんな500万人とかいるわけです、も3もうめちゃくちゃ大きいわけです、全然こういう違うところで、まあ、どうやって戦ってるのかというところ、それは多くのステークホルダーに僕らが支えられているということでして、えー、どんなステークホルダーいるのか、少しお話しできればなと思ってます、まず一つはファンですね、スタジアムなんですけれども、私たちですね、6万8るの街に4万人のスタジアムがあります。 でこれはオリンピックをやったりやるとか、ワールドカップがあったので4万人の人でもあるんですけれども、えー、大体コロナ前であると平均2万2千人ぐらいのお客様です、えー。先日のホームの開幕戦は2万9千人ぐらいのお客様が来てますけれども、真ん中にあるように、半分の方々は県外です。半分以上ですね。で、右側これヒートマップですけれども、えー、東京の方々が非常に多いところでして、これ、上に文字書いてますけれども、片道95分から来てくれるんです。2万人の平均です。なので、2万人がですね、95分から来て、 90分サッカーをめて95分かけて帰っているとえちょっとクレイジーですよね <laughs> でこれは何かというとまあ当然強いってのもあるんですけどまあ当然そういう中で私たちその感動を与えているということと一方でこれ課題も見えてきますみんなこれサッカー見て帰っちゃうんです街にお金が落ちないんですねこれをどうやってお客様を街に流入していくのかまさしくその地域創生街づくりの辺を今あんたらずはやろうとしているというその まあ私は経営は3年ぐらいでしてそのうちほとんどはコロナなのでまだ十分できてないんですがその少しお話が今日できればなというふうふに思っておりますファン、もう少し伝えますと左側ですね、ソーシャルメディア80万人ぐらいいますで真ん中のファンクラブ2万人ぐらいいますので、えー、私47都道府県全国にファンがいまして、まあ、非常にまあスティキネスなファンに支えられるということです。 そして次パートナーですね、これいわゆるスポンサー企業とやりますけれども、えー、こういろんなパートナーに支えられています、まあ、いろんなことをです、ね、パートナー企業さんに言いざるんですけれども、えー、私たち、左側が一番オフィシャルというか,、えー、かりでして、えーまあ、かなりの大きな金額をいただいている方々です。で、真ん中がクラウドパートナー、右がサプライヤーだろうので、まあ、右に行くほど、右はもう完全に物をもらってるわけですね、で真ん中がクラウドパートナーということでして、イメージで言うと、一番左側はまあ1億以上の会社さんが多いですね。 私たちスポンサーでいただいているで真ん中の企業様も実は地元の企業様がそれ少し高くて払えないぐらいの金額なんですけれどもこういう方々がパートナーとして20年以上のパートナーが非常に多いんですけれどもこういう方がね支えられていますで当然こういうクラブアントラーズのようなあ全国もしくはアジアのチャンピオンのクラブでいうと こういういパーートナーを支えられているんですけれども、やっぱり地元の方々があっての J リーグというか、地元の方々があってのクラブチームだということで、私が就任したときにです、ね、このビジネスクラブというのを作りました、このビジネスクラブ、実は今、えー、1年、これ、すみません、データが古いですね、今はですね、80社弱ぐらいまで来ているんですけれども、何やってるかというとですね、えー、まあ、先ほど申し上げたように1つ前のページはですね、えー、まあ、結構高い、正直お高いです。ただ、こっちのページは、えー、1社ですね、300万円ぐらいです。 でこの1社300万円ぐらいの方々、地元の、まあ、ここにありますけど、多分皆さん、絶対分からないような地元の会社ばっかりです、もしくは、えー、全国のお企業の支店のお方々に入っていただいて、何をやってるかというとです、ね、こういう方々と一緒に地域のおです、ね、ための活動を一緒にしようというコミュニティを作っています。で今、78社ぐらいですかね、ありますので、300万かけると、2億以上のお金になります。このお金を 当然、アンタラーズもパートナー表紙をいただくんですがそのうちの一部をです、ね、地域のために使おうじゃないかということで毎月第1木曜日に飲み会をしながらいろんな企業にプレゼンテーションしていろんな地域の課題をみんなで議論した上でじゃあ、俺はどう解こうかというのをそういうコミュニティ活動を去年ぐらいからかなり積極的に進めてましてどんどん今企業数が増えている状況です。まあ、こういうういいいののももすすすごく特徴的かなととううに思っていますあとは当然自治体ですね私たちの方も えー、鹿島市はじめ、えー、周辺5市も、ね、支援をいただいておりますけれども、えー、この周辺5市と一緒にですね私、まあ、この辺に行ってるのかな、はいまあ、例えば DMO を作ってですね一緒にまあ観光事業を盛り上げていこうウィーンアイですね、えー、このようなイベントなどをで,ですねこれアントラーズのホームランとして DMO を作って、まあ、一緒にこれを観光を作っていこうじゃないかという話でありますとか。 もしくはですね、スタジアムがやはり町の中心にありますので、このスタジアムを使って地域に貢献していこうじゃないかと、で実際6万8千人の町、もしくは広域でも20万人強の町ですので、実際の民のビジネスが入るには少し小さいんですね。その民のビジネスが入るとき、小さいのを私たちがうまく行政と手を取りながら、アントラーズのですね、フットボールではない、ノンフットボールビジネスとして、今、いくつかビジネスをやってます。例えば、一番左、これ、スポーツジムです。2万5千人ぐらいの方が。 入っていますでまあ右眼科クリニックでしてこれまあ5万人弱ぐらい来院しておりまして、えー、地域の方々のーセ60%以上の方々が診察券持っているとでこれ実は右側クリニックこれ後ろスタジアムですのでスタジアムの真横にありますで一番左のスポーツジムはこれスタジアムの中ですいやこのスタジアムというのがサッカーの試合というのは大体365日あるとするとですね年間大体30日ぐらいしか使わないんですそういう意味では残りの330日じゃ使われてないもったいないですよね これをですね僕らは有効活用して地域の方々にご利用いただきながら一方でこれ当然利用料を取りますのでここでもビジネスを行っていながらクラブの収益を支えているという、まあ、こういう地域の課題解決に自分たちの授業を使ってですねやっているというのをやっておりますそして後ほど話しますけどこのスタジアムが実は今年2020年代後半作り直します実は円外で3.11も含めもう 危険でこれ以上使えないといいとう判断が出ていますなので、えー、この中に少しそのスタジアムを中心に街づくりの話をできればなというふうに思ってますまあスタジアムというのは当然地域のハブであり、まあ、多機能であり刺激性もありということで、まあ、この地域の価値を高める箱ではあると思うんですけれどもこれを中心にどう街づくりできるのかという話がしたいなと思ってます、えー、少し話また戻っちゃうんですけれどもじゃあなんでこんなスタジアムを持っているアントラーズを メルカリもしくはインターネット企業を作っていば私がや,やるのかという話なんですね。で今、えー、3年半ぐらい前にで,ですね買収しまして今親会社なんですけれども、えー、まあ上の2つは主に、えー、パートナー企業時代からですね、えー、ベネフィットとしていたのが、まあ、ユーザーが、まあ、ちょっと違うよねとかあもしくは、えー、ブランドを作っていく上でまあ僕らメルカリ社今年創業10年ですのでまだ非常に小さい、まあ、ベンチャー企業の頃からですねスポーツチ,チームをスポンサーすることによって、まあ、信頼を得ていたというのがあるんですけども。 まあ3つ目は非常にで大事だと思っていまして、やはり僕らは営利企業ですので、営利企業がスポーツチームを持つことによって、どういうビジネスの機会がたできるのかというのを追求すべきかなというふうに思っています。1つ目はこのエンターテインメントのテクノロジーです。えー、ここにあるようにですね、まあ、いわゆるこれ XR と言われるような、まあ、AR、v v えー、VR であるとか、もしくは今で言うと NFT であるとか、 えーまあ、今でいうと Web3 であるとか、まあ、いろんなテクノロジーが進化していくんですけれどもおそらくこれから今チャット GPT の話であるとか AI の話でくるとですねどん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 仕事がなくなってきますおそらく週休3日がもうインターネット企業とテストで始まってきてますし、えー、このまでくと週休4日とかっていう世界も全然あるんじゃないかなとでこの余暇が増えているっていうことに対して僕自身の課題は余暇が増えることが本当に幸せなのかということですね。 余暇が増えるというのは仕事から得られる承認欲求であるとか感謝というのからいわゆる遠ざかっていくわけですねえそういう中でこの日々の生活の中にどうやって楽しさであるとかというのをですね入れていこうかというとやはりそのエンターテインメントこれはスポーツだけじゃなくて音楽でもいいですしえ何でもいいんですけれどもこれエンターテインメントというのをもっとリッチにしていかないとですね余暇が増えてからといって本当に幸せなのかって分からないわけです一方で確実に余暇が増えるわけですでこのタイミングに私たちはテクノロジーを使って まあ今、フットボールから入ってますけれども、いろんなエンターテインメントの価値を上げていくことによって、人々の生活が豊かになってくる、そこにビジネスチャンスがあるんじゃないかというのが一つ目です。もう一つはライフスタイルの変化ですね、これちょっと、Society5.0 の図出してますけれども、かなりネットワークがさっきですね、私、一番最初の話に、これからどん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 張り目が荒らされていまして、私たちの生活がどんどんネットワークにつながっていきます。 でこれは無意識的にににつなながっっっててていいいくく時代とう思ましてで,これまでのまちづくりというのはどちらかというと、まあ、行政であるとかディベロッパーが、えー、ハードを作りそしてまあ交通も作り、えー、そういう中で私たちがそれにある程度、まあえーまあ、それにアジャストしていくというかどちらかというと主導権の方は、えー、ハードにありまして人間がそれに合わせていくっていう社会だと思うんですけれども私テクノロジーが大好きでインターネット業界にずっといる時に感じていることはインターネットとかテクノロジーの価値って何なのかと。 いうことで,言うとですねそれは人の能力の解放なわけですね人がエンパワーメントされるその人がその人らしく生きれる、まあ、そういう社会で SNS ミキシーで作った時はこの情報の発信で人の価値がどんどん上がると思いましたしメデカル作った時は人の売買というものの売買というものがどん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 人間の価値を上げたというふうに思ってるんですけど次ですねこの街づくりっていう時に考えた時に言うと人一人一人がどうやったら本当に住みやすいかっていう意味で言うとハードでもうですねコントロールするじゃなくて。 ソフトウェアベース、ネットワークにつながった人間をどうやってです、ね、うまくソリューション、テクノロジーを使うことによって人の生活を豊かにしていくのかという、まあ、こういうことをしていかないと僕はいけないんじゃないかなというか、ここに大きなイノベーションが起きるというふうに思っています。そういう中で、大きい都市がこういうイノベーションを起こそうとすると、やはり圧力が生まれますし、調整がすごい大変なんですよね。そういう中で、僕らみたいな鹿島市、さっき言った6万8000です、めちゃめちゃ街が小さいんです。 そして試合日は、市長はほぼ全社に来てますし、警察の人たちもいらっしゃいますし、な、え、ん、ー、だな、えー、教育関係の方もいらっしゃいますし、地域の経営者の方々もたくさんいまして、いわゆる社交の場として、試合日がなっているんですけども、こういう中で、みんなで,です、ね、課題を抽出することによって、こういう実験をやっていこうじゃないかということをです、ね、一つ一つ、ちっちゃくスタートしていきたいなと思ってます。 やはりこういういスマートシティ的な議論をしようとするとやはり当然コンサルティングファームが入ってきてですね大きいビッグピクチャーを書いて何となくそれっぽくなるんですがなかなか進まないとそういうんじゃなくて私たちは小さい町なので一つ,一つ一つ一つの課題を自分たちで抽出して 一つ一つ小さい町なりに解決していくと10年後ですね振り返ってみるときになんとなくスマートシティになってたなとかなんとなく便利な町になってんなというふうなものを作りたいなと思ってましてこういう、まあ、町の未来を自分たちで,ですね小さく課題解決していくよくスタートアップやるときにですねやっぱり大きくやろうとすると絶対失敗しますしスタートしないんですねこの小さくスタートするっていうこのスタートアップマインドを持ちながらこの町づくりをしていこうというふうに思っています。で、まあ 当然、鹿島市とメルカリと3市で,です、ね、連携協定を結んでまして一緒にテクノロジーでまちづくりをやっていくよという話を今しています。そういう中でまちづくりですね、当然先、さっきあったにメルカリであるとかアントラーズ、行政、大事なんですが、それ以外にも私たち、まあ、当然、さっきもして、ね、スタジアムもありますし、ファンサポーターもいて、まあ、地域の方々もいてって、こういういろんなです、ね、ステークホルダーがいまして、まあ、このハブがアントラーズなんですね、このハブのアントラーズとして、まあ、どういうことをやっていきたいのかと。 えいうところで、まあ、いくつかですねこの事例をパンパンパン出しますのでまだほんとちょっとした事例なんですけども少しご紹介できればなと思ってますこれスタジアムのラバカと言ってましてスタジアムを実験台としてどう使うのかとでこれ左側ドコモさんがですね日本で一番最初に 5G 引いてくれましてでこれドコモさんアントラーズのパートナーですでドコモさんが 5G を使ってこれ今マルチアングルのですね新しい エンターテインメントの楽しみ方の実証実験ですけれども、この後 5G を使った医療であるとか、新しい今、ドコモさんと実験を、これをスタジアムであるとか、さっき言ったクリニックであるとか、こういうものを使って今、実験していこうとしています。右側、これ、NEC さん、これも NEC さん、僕らパートナーですので、NEC さんと一緒に今、顔認証で入退場であるとか、スタジアムの決済を顔認証でやろうという実験をしています。これは当然、その後街町に入っていくということをやろうとしているんですけれども、こういうスタジアムをラボにしていこうと。 あとは、したようにこういうウェルネスですね、スポーツジムであるとかクリニックがありますし、これ、クリニック、実はシーメンス、ドイツのシーメンスが僕らパートナー企業にいますので、シーメンスと一緒にこの地域の医療を支えてくる、当然、アントラーズにはスポーツドクターがいますので、このドクターもですね、アントラーズだけじゃなくて、市民の医療にかかっておりまして、こういう形で,です、ね、地域医療に貢献しながら、新しいテクノロジーを試していくと。 それが今ソニーさんが私たちパートナーにいますのでソニーさんと一緒にですね実はスタジオの中に僕らこういう中継のです、ね、スタジオを持ってましてでこれはなぜかというとアントラーズがあるです、ね、茨城県の地域というのは、ね、3.11の時に大災害が起きたんですけど民放局がないんで全く放送されずに結局全然ですね被害に対しての露出が少なすぎてですねかなり問題があった時に。な 私たちとしても、ですね県と話して、まあ、ソニーさんとも話して、えー、こういう形でスタジアムの中に放送局を作っちゃいました。でこれ普段はですねサッカーの試合を編集して、えー、その場に流してます。J リーグのチームで唯一、ダゾーンに映像を作って売ってるの僕らだけなんですけれども、えー、そういうことをやりながら、一方でこれは再開がったら、自分たちで放送できると、まあ、こういうことをやっています。えー、ここから少し話がしありますけれども、これ、ベンチャーピッチイベントでして、 地域にいるとです、ね、課題解決を自分たちでやろうというのは無理なんですよ。6万8千人の街で課題解決をやることが結構難しいんですよね。だったらもう課題出しちゃおうということでして募集テーマで課題をです、ね、たくさん書きました。で、これ解けるベンチャー企業集まってきてくれという話をしたら70社くらい集まりました。で、実際これ、大企業も実はこれ入ってきたんですけども、なのでやっぱり課題を出すことによってこうやって集まってくるんですね。で、これも同じでして、これ実はです、ね、課題をむしろお金を使って解決すると。 これ僕らパートナー、グロービスさんがいますので、グロービスさんと一緒にスポーツ MBA のプログラムを作りまして、全10回ちょっとですよね、30万円お金をいただいて、東京の優秀な人たちにです、ね、鹿島の事例を通じて、スポーツビジネス、もしくは地域のビジネスを学んでいただきながら、5人1組組組んでいただいて、鹿島に来ていただいて、フィールドワークして、そして課題を抽出して、それをビジネスプラン作っていくと。 こういうことをやっていましてこれもお金をもらいながら街の課題解決をするというパターンでしてまあこれもグロービスさんと一緒にことによって課題解決の一つのソリューションになってるんじゃないかなと思ってますえあとはですねこういうあの東京のですねコールセンターの会社なんかも引っ張ってきてまして今アントラーズが中心にですねいくつかの東京の会社を引っ張ってきてえまあ企業の誘致なんかもスタートしていますしえー地域の DX ですね えー、地域の DX は3.11の時にすごい遅れちゃったんですけれども、まあ、これ、まずいよねということで、えー、アントラーズないし、メルカリが持つ、ですねこのテックのパワーっていうのを、地元の企業に生かそうということで、えー、パートナー企業と一緒にです、ね、DX、コンサル事業を立ち上げてますでこれはあの実はもう数社っていうか、10社以上も今、受けておりまして、えー、なぜかアントラーズの事業の中にコンサル事業というのが立ち上がるんですけれども、こういう地元の DX やる人がいないんで、まあ、自分たちでやっちゃおうという、まあ、そういう事例ですね。はい あとはこういうい、まあ、これも3.11に立ち上がったんですけれども、やっぱり地元の企業の EC サイトってどうしても弱いので、アントラーズの方でも EC サイトを作ってしまって、それで地元の企業の方々の EC サイトを点在させる形ですね、これあの、その横2ページですけど、実は縦の1ロールでして、この1つのです、ね、EC ページをアントラーズが作ることによって、アントラーズのファン、ソーシャルメディア80万人いますので、これをばらまくことによって、地元の方々の EC のサイトに飛ばして、地元の食を楽しんでもらうという、まあ、こういうことをやっています。 それが先ほども言った地元のビジネスクラブというところで、まあ、地元の企業さん多いんですけれどもやっぱ皆さん雇用困ってます雇用困ってるのでアントラーズが主導的に会社の合同説明会をして人材の確保というのをやろうということでこれは一社一社やっぱやろうとすると難しいもしくは高校生大学生からしてみても、まあ、どこが主体であるかっていうのはすごく悩むんですけれどもアントラーズをスポンサーできるぐらい体力ある企業だと。 もしくは学生化してみてもアントラーズであれば何か前向きな気持ちで受けられるということでしてこういうビジネスクラブ中心に企業の合同説明会であるとか格好わけですけども実は婚活イベントなどをやっておりましてえこういう形で課題解決をしているということですまあこれ以外にもですねさまざまやっているんですけども大事なことはそのハブがアントラーズないことですねさまざまな方々のハブの真ん中にアントラーズがあることによって課題をえそれを解決していくということを一歩一歩やって街を作っていっていると。 えー、そういう中でまあ私たちですねつい先日、まあ、会社、えー、創立して30周年になってまして次の20年どうするのって中継作ったんですが、えー、先ほど申し上げたようにです、ね、スタジアム新しくしますよということを発表しています。でこれ実はあの一般的なスタジアムの発表というのはかなり出来上がってから発表するんですよね。なんならパースもあるという形で発表するんですが私たちも構想だけです場所,ど場所どこにするかも全くまだ決まってないですでなぜかというと町の これスタジアム作ると多分30年から50年なので、町の30年、50年後、市民で話しませんかと。みんなで話して、本当に町の中心どこがいいのでこれ、何があったらいいのと。複ごたになる予定ですので、何があったらいいのかと。みんなで意見を言おうじゃないかと。そうやってスタジアム作っていこうと。決して行政主導ではない、チーム主導ではない、みんなで議論して、本当に町の未来を議論したようなスタジアム作っていくことでかなり え前段階で発表していて、ですね今さんざん揉めてるんですけれども <laughs>、あまりにもラフなんで、ただまあこういうことが僕は町の将来をみんな考えるきっかけになるんじゃないかなというふうに思っています。で、この私たちの町ですね、今、町づくりやってると非常に問題でして、これ、何かというと、左側に認知度なんですけれども、鹿島アントラーズはですね、なんとなく知ってる国も80%あるんですが、それ以外の町ってですね、もうだいたい鹿島市はせめて、せいぜいまあ50%ぐらいでして、ほとんど知られてないんですね。なぜかとというと 茨城県って皆さん魅力ランキング最下位じゃないですかなんで最下位かというとです、ね、実は豊かなんですよものを作れば全部東京の人が買ってくれますし菓子物の人とかも日本全国でこういうぐらいなんですよねで家もでかいんですで困ってないからブランディングする必要はないんですただですねこれ以外の人それで困るんですよと <laughs> いうことで、えーまあ、しかもスタジオもできていますしこのです、ね、ブランディングちゃんと考えるということで、えー、実はこのカシマン探索に KX されますこれ実は私が今新しいまち、ね、づくりの会社を作りました これは鹿島をトランスフォーメーションするという意味で KX の名前をしたんですけれどもどうしてもアントラーズでできないことがたくさんあるので自分で会社を立ち上げましてそこにニューピース東京のブランディングの会社を入れましてでホームタウン協議会5市入ってますのでみんなですね週月1集まってブランディングを議論するということをやっています。 でこういうことをやりながら、まあ、ちょっとこれ長いんですけど、まあ、今、カリアンでプレイフルサステンブルとい、まあ、こんなです、ね、ことをやっていまして、えー、まあ楽しさとサステナビリティのよなですう、ね、追っていきましょうということです。で当然、この決めるときは歴史を,らを振り返ってますで鹿島神宮、何かというと、えー、もう古事記からです、ね、鹿島神宮って話が出てるんですね要は、えー、もう4世紀、5世紀ぐらいから鹿島っていうのはもう存在していまして神宮があるとと何かというと。 えー、鹿島神宮っていうのは伊勢と香取と鹿島って3つの神宮しかないんですね。でこれは歴史的に言うと、えー、奈良から伊勢伊勢から海を渡って房総で,ですごく大変な応援をして最後鹿島がその終着点なんですね、まあ、鹿島と香取っていうのは非常に近い場所にありましてでここが東北を征伐する要は大和の国の中でも右の一番奥なわけですね。でここは要はみんながですねチャレンジしていく場所もう今から戦いに行く場所。 っていうわけであってここをですねやっぱり僕らはもう一回鹿島のもちろん振り返った時にこの楽しさとかサステナビリティみたいうのがあるんですけどもやっぱりこのチャレンジする、まあ、こういうです、ね、環境を整えるこういう街にしたいんじゃないかという,ふうに思って、えー、定義をしてですね今、ここういうい、えー、今これ左側がです、ね、今なんですが実は高速道路がですね鹿島の入り口までにも来てないんですが5年後、高速道路伸びるんですよね。 なので僕らのこのホームタウン越しにちょっといろんなもう今コンテンツを置いていってえここですね僕らはこういうプレイフルみたいな楽しさであるとかサステナビリティっていうアイデアを出していますけどもえこれを中心に今いろんなアイディアを僕らも出しますしえ市民の方々を集めてですねえどういうチャレンジができるのかっていうのを今そのコミュニティ作りをし始めてます。 そそしてそのコミュニティの中心にはこういうスタジアムがあるということでスタジアムの中心にいろんなことを今やっていっているという感じです。まあ、スタジアムもいろいろやってるんですがそうですね、はい、やっていまして、えー、まあ大事なことはスタジアムとですねこの鹿島スタジアムというのが大体2キロぐらいなんですよね。なので歩けるんですギリギリ。でこの中心に今、街づくりやっていましてこれ鹿島神宮なんですが、まあ、鹿島神宮の参道をです、ね、自分たちでも 今もう本当に何もないようなシャッター街になっちゃったので何が欲しいのかというのを自分たちで,です、ねえー、チャレンジする人を含めです、ね、募集し始めて今、こういう感じでもうマップを作り始めてます。で、えー、それに対してです、ねえー、こういうコミュニティですね K コネクトというコミュニティを作り始めてまして、えー、ど,んど,んどんどん20代、30代中心にコミュニティを作って一緒に街づくりやっていこうという仲間づくりこれは県外含めですね、えー、やり始めてます。 でそこに対して、えー、僕らはケークスファンドというのを作りまして、えー、地元の,その新しいチャレンジをする人でこのさっき言ったコミュニティには、えー、ビジネスクラブのような地域のです、ね、事業者の方々がいましてそれたちお金あるんですよでこれたちには勝手にやってもらっていいんですけどもお金がない若者もたくさんいらっしゃるのでそういうお金がない若者に対しては僕ら一緒にもうファンド作るんで。 えー、一緒に立ち上げていこうということで、えーまあ、先ほど申したようにこういうです、ね、いろんなものをです、ね、一緒に作っていくっていうのを今コミュニティを作りながらどんどんやってるといった感じになっています。 はいまあ、それ以外にもアートを入れてきますよという話もあるんですが、えー、大事なことはこのスタジア,スタジアムがですねおそらく2020年代後半にできますでその途中に高速道路が延伸して東京からもっとアクセスが良くなっていって、えー、大事なことはここに対してですね今までだった日帰りで来てた方々がどうやって1泊をしていくとか、まあ、そういうことを考えなきゃいけないじゃって決まってきましたし、まあ、そこに対してブランディングをしていかなきゃいけないというふうになっていますので、えー、こういう時間軸の中で。 スタジアムの中心にもう1回街を1回アップデートかけていこうというのを今やっています、はい、なのでまあこのスタジアム今これ仮ですけれども、まあス,タジアムまあ、スタジアムって4方向に、えー、ありますのでこの4方向まあ4つぐらいのテーマで、えー、複合型のスタジアムにしていきたいなというふうに思ってですね。まあこの仮案を置きながら市民の皆さんと今議論している状況ですでもう一つサスティナビリティとこの新しいスタジアムできれば木造で作りたいなと いう,ふうに思ってておりましてこれは鹿島神宮が当然、まあ、あきっかけになってるんですけどもサステナビリティの象徴としてできれば木造で作りたいということで今議論を進めていっているところです。なのでまあ サッカーチームってやっぱりこのスタジアムが中心になっておりますのでこのスタジアムを中心に街をアップデートするという、まあ、その今挑戦を始めながら街の進化の先に何かイノベーションがあってビジネスになるんじゃないかなというふうに思って、まあ、街づくりをしています最後ですけれどもスポーツチームがスポーツだけやってればいい時代じゃないんですねじゃなくてスポーツチームがその持っている価値を最大限生かしながら街のアップデートに一役買うことがこれらからのスポーツチームの持ってですね本当んとの、まあ、未来というか こういうことをやっていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思っております。はい、長くなりましたがご清聴ありがとうございました。